こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今回はですね、メガネのですね、レンズメーターについて、ご説明したいと思います。メガネの、ね、レンズメーターって度数を測る、メガネのレンズの度数ですね。何度あるかということを、これで全部全て分かるんですよね。それと規制の、出来上がったメガネですと、陰点を打ちましてですね、その動向距離とか、今までのね、メガネの中心を全部、これで分かるんですよね。で今回はね、今こういうデジタル式がもうほとんどなっちゃったんですよね。今ちょっと出来合いの、これ出来合いじゃないですよ、加工前ですね。加工前のね、こういう、レンズですね。ちょっと大きくしますね。これで今度数が、これで今180度、これで S-3 コンマ近視度数ですね。それと乱視度数が C-1 コンマ50 の、 乱視の軸度が180度、これで分かるね。こういうふうにで、これにあと陰点をこういうふうにこう打つと、これで中心がこれで分かるわけですね。そしてあと普通の出来合いの、できたメガネですね。ですと、ちょっといいですか、このようにですね、セットしまして、そうすると画面がこういうふうに、S-1.25 出てますよね。でこれが右ですね。で今度左がですね、左が S-1.50 というふうに出ましたね。こういうふうにお客様のこうメガネの度数がこれでも一目瞭然で、もあと陰点打てば動向距離も全部わかりますので、こういう本当に今便利になりましたですけどね。こういうデジタル式がもう、昔はコロナ式って言いましてね、また機会がありましたらまたご紹介したいと思いますけど、昔よりはもう一目瞭然ですぐわかるっていう、そういう利点ございますので、ぜひですね、メガネ度数合わないとかね、そういうありましたら、私どもでまたご相談いただければと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。